にゃんこ軍曹のラジオコーナーコーナーコーナー、皆様お元気ですか？今回も元気にラジオ体操じゃなくてラジオコーナー進めていきましょう。ごめんなさい、初っ端から間違えちゃいましたね。失礼いたしました。話変わって、とうとう関東地方梅雨に入りましたね。ジメジメ嫌な季節になりましたね。前回のあのラジオコーナーでは、私が中学生の時にあの米軍基地に侵入じゃないですね、あの中、純粋な気持ちで友達と中に 入りに行った話しましたが、今回は私が自衛隊に入る前に、あのちょっと自衛隊の募集事務所の方にあの案内されて、あの潜水艦だの、あの戦車だの、そういうのを見学させてくれたんですけど、その時の話の一つで、ちょっとしたエピソードがあったので、それをちょっと話したいと思います。その時はあの私が確か高校2年生の時での夏休みですかね、その頃の話なんですけど、海上自衛隊の有志をという潜水艦がありまして、その中を見学させてくれるっていう話だったんですよ。それで横須賀まで来て、横須賀でその地方連絡部の人と合流してあの落ち合う予定だったんですよ。それで私たちはバイクでとりあえず地元から海老名駅っていうところがあって、そこからちょっと相鉄線っていう電車でとりあえず横浜まで行かなきゃいけなかったんですよ。まあ横浜まで行ったら今度京急っていう京浜急行に乗ってあの横須賀中央まで行く感じだったんですけど、その時の海老名からあの相鉄線に乗った時なんですけど、真夏で暑い日だったんで、あの電車内があの冷房がガンガンに効いてたんですよ。私はあの暑がりなんですごくありがたかったんですけどね。それであの潜水艦見学にはいつも言ってる友人の愛氏と、あとこの前話した K 君ですか、そのそれと自分の3人であの見学行ったんですよ。で今回はあの潜水艦の中の見学の話より、その相鉄線の中での出来事をちょっと話したいと思います。ちょっと珍エピソードです。それで電車に乗り込んで、まあ海老名が始発駅なんで座っていけるんですけど、電車がゴトゴト走り出して 4つ目ぐらいかな、そんぐらい行くと大和っていう駅があるんですよ。それで大和の駅に着いたあたりなんですけど、急に私のお腹の調子が悪くなってたんですよ。エアコンが効いてて、でも私は我慢しちゃってたんですよね。ちょっとでその次の駅に瀬谷っていう駅があって、その次の駅に今度三つ橋っていう駅があるんですけど、その三つ橋の駅に着いた途端もう急にピークに達したんですよ、お腹が。それで座ってた私は急に立ち上がり、お前ら二人も先に横須賀行ってろって言ったんですよ。そうしたら、まあ、愛氏が、まあ、そうはいかねえだろうって一緒に降りてくれたんですよね、K 君と。その時内心私は、ああこれって友情なんだなって思ったんですよね、その時は。それで私はトイレに急ぎたいんですけども、よちよち歩きしかできないんですよ、漏れそうで。それでトイレ見たら反対側のホームにあったんですよ。うわー、あっちまで階段登っていかなきゃいけないんだってちょっと絶望的だったんですけど、よちよち歩き出したんですよね。それで漏らさないように一歩一歩よっち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 一歩ずつ静かに階段登ってたんですよ。そしたら愛君とその K 君ですか、じれったいからかいきなり肩つかみ上げて、よし行くぞーちょっといきなり引きずられるかのように、私は足が追いつかなくてもつれながら階段を引きずられながら反対ホームに一気に連れてかれたんですよ。でよその人も何事かと思ってみんな見ていくんですよね。それでトイレの目の前に行ったら清掃中でロープを張ってあって入れないんですよ。それで私は思わずうわーちょっと言ったりしてたんですよね、確か。それ見て笑ってんですよね、二人は。でふと元いたホーム見たら元のホームにトイレがあるんですよね。それでまた元のホームまで引きずられてって、どうにか用を足せたんですけど、冷や汗で汗びっしょりでした。これが私の潜水艦見学の思い出です。まだ見学する前でしたね。くだらない珍エピソードでした。最後までご視聴ありがとうございました。